皆さん、こんにちは。東洋大学国際観光学部のマスコです。観光と私たちの未来。今回のテーマは、世界と日本を取り巻くアート観光です。近年、アートによる地域の観光振興をよく耳にします。観光と芸術は関係性が深く、アートを観光戦略の要にしている地域が国内外たくさんあります。世界の事例、そして日本の課題など、その現状と未来について講義いたします。それでは今から、スライドを共有いたします。はい。それではまず皆さんに質問です。フランスの首都パリにある有名な美術館はどこでしょうか？ルーブル美術館、思い当たった方、たくさんいるのではないでしょうか？それではその美術館にある有名な絵の名前は何でしょう？もう答えが、スライドに出てしまっておりますけれども、モナリザ、こちらも有名ですね。パリといえばルーブル美術館、ルーブル美術館といえばモナリザというように、観光で人気の都市にはメジャーな美術館があり、そこにあるアート作品が世界中の観光客を引きつけています。最初に観光都市のブランド力についてお話しします。近年、アートを活用した観光が活性化している印象がありますが、そもそも観光と芸術は関連性があるのでしょうか？まず大前提として知っていただきたいのが、アートは大きな力を持っているということです。そして観光において大きな役割を果たすのは集客力、人を集める力です。フランス・パリのルーブル美術館、イギリス・ロンドンの大博物館、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館というように、世界的な大都市や観光都市には必ずと言っていいほど有名な美術館、博物館が存在しています。そしてその地を観光で訪れる人の多くが美術館や博物館を訪れるという図式が出来上がっているのです。美術館はその国のシンボル、ブランドとなって観光客を引きつけています。パリで言えば先ほどのルーブル美術館の他にもオペラ座やエッフェル塔、ニューヨークだったらブロードウェイミュージカルなども観光客に人気の魅力的なアートスポットです。次にご紹介するアートの力は人を動かす力です。歴史上特に欧米では権力者はアート作品を手に入れることで、自分の権力と、力を誇示してきました。王侯貴族や大富豪たちは美術コレクションを、築いていったのです。そのため、権力者の力によって発展を続けてきた都市、つまり現代の観光都市には一流の様々なコレクションが揃っています。そうした歴史的背景もあり、現代では一流のコレクションを所有している美術館や博物館の存在が観光都市としてのブランド力に直結しています。美術品を通して映し出されるその国のブランド力に引き寄せられた結果、多くの観光客が美術館や博物館を訪れていると考えています。価値の高い芸術品を所有しているほど、その都市そのものも価値が高いとして観光客に認識されています。先ほど例を挙げたパリやロンドン、ニューヨークなどは、以前から芸術都市として広く認識されていましたが、現在では多くの国が新たな芸術都市としてブランド力を強化すべく活発に活動しています。例えばスペイン・バスク地方の都市ビルバオにニューヨークのグッゲンハイム美術館の分館をオープンしたことで、今や世界中から観光客が年間100万人以上も訪れる有名観光地となりました。アラブ首長国連邦ではフランスとの政府間合意によってルーブル美術館の分館、ルーブルアブダビが2016年に開館しました。また同じエリアにニューヨークにあるグッゲハム美術館の分館も創設する計画が立てられています。海外の美術館と積極的に提携することで、アブダビに大きな芸術エリアを作ろうとしているのです。ご存知の通りアブダビはヨーロッパとアジアをつなぐハブ都市としての役割を持っています。人々の流れが絶えない地域だからこそ、ルーブル美術館やグッゲンハイム美術館の作品によって、新たな観光客の誘致を図るという観光戦略が見えてきます。その他の国でも美術館をカジノリゾートの中に作ったり、ショッピングセンターの中に作ったりなど、複合型のアートレジャー施設を建設する流れが活発です。美術館や博物館は国内外から人を集める観光資源として確立されているのです。それでは次に東京にある有名な美術館の名前を一つ挙げてください。
何か思い当たりますか？小学校で遠足に行った江戸東京博物館ですか？国立という名前がついた東京国立博物館はどうでしょう？それではその美術館にある有名作品を挙げてください。葛飾北斎の浮世絵ですか？長谷川等伯の松林図屏風もあります。いろいろあるかもしれませんが、モナリザのような強いイメージが思い浮かびません。日本でも来日した世界中の人々が観光として芸術を楽しめるように盛り上げようという動きがあります。ですが、世界に比べるとまだまだ遅れている部分が多いです。美術科博物館を観光資源として活用しようと言ってはいるものの、そもそも観光スポットとして成立していないのです。理由はいくつかあります。まずは立地が良くないことです。地方でよく見られるのが、車でないといけない場所や、電車やバスをいくつも乗り継がないといけない場所に建てられた美術館、博物館です。これは1980年代後半からのバブル期に建てられたものが多く、展示品や集客など、運営面を深く検討できないまま、安い土地に大きな建物を建ててしまったという背景があります。展示すべきコレクションがあるから美術館を建設するという流れで建てられた施設ではないので、欧米の美術館のように膨大な数の収蔵品やインパクトのある作品を展示することもできません。その結果、展示物の魅力がないため観光スポットとして目立たないという理由があります。それから開館時間というのも観光業にとっては重要です。日本の美術科博物館は午後5時や6時に閉館するところが多いので、開館時間が短いことで集客がピンポイントになってしまっています。そして日本の美術科博物館が観光スポットとなるため、最重要課題は企画展を中心とした運営からの転換です。美術館で開催される展覧会の種類は大きく2種類あります。常設展と特別展、まあ、企画展です。常設展はその美術館にあるコレクションによって構成される展覧会で、左側のように美術館内スタッフが企画して展示しています。特別展ともやれる企画展は、開催場所となる施設の収蔵品だけでなく、他の施設の収蔵品を借用して展覧会を実施します。収蔵作品が充実していない美術館が多い中で、日本では新聞社、テレビ局などのマスコミや展覧会企画会社が美術館と作品借用先の間に入って出品交渉や巨額な保険料、借用料を払って展覧会を企画してきました。結果的に他の施設で借りてきた作品で展示品の魅力を強化しているため、その美術館が本来持っている作品、つまり常設展示品に注目が集まりづらくなってしまっています。企画展のためだけに来場する人が多くなってしまい、リピーターが増えなかったり、常設展示まで鑑賞してもらえなかったりするという状態を招いてしまっているのです。こちらの図は2019年の展覧会入場者ランキングの上位10点です。1位は上野の森美術館のフェルメール展68万人、2位はムンク展となっています。企画展は概ね1ヶ月から3ヶ月ごとに切り替わり、観光客にとっては情報が得にくいです。また企画展は集客力のある人気画家や海外有名美術館のコレクションの名前を冠したものが多く、特に海外からの観光客にとっては日本で見る必然性が低いわけです。一方、観光スポットとして確立しているルーブル美術館、大英博物館、メトロポリタン美術館などにおいては、観光客の目当てはそれらの膨大な所蔵品から選別された常設の展示品です。観光客にとっては有名な展示物がいつでも見られる常設展が都合がいいわけです。欧米の美術館と違う日本の美術館特有の事情というのもあります。まず一つ目が展示替えです。展示替えとは展示作品をしまって出す作業のことです。欧米の美術館では最高の所蔵品をずっと同じ場所に常設展示をします。日本の美術館では特に日本美術の作品が和紙や漆など材質上劣化しやすいため、公開できる日数が例えば2年間に8回まで1年に35日間だけなど決められていることが多く、そのため年間を通じて頻繁に展示替えをすることになります。二つ目に日本では特別展が人気があるという面があります。先ほどもご紹介した通り、博物館は集客のための企画展に力を注ぎます。集客では、
集客できない、常設展示は重要視されていきません。観光客からすれば、常設展に行ってもお目当ての作品があるかわからず、また特別展も季節限定の上、企画が海外ものだとあまり魅力がありません。海外からの日本の美術に対する認識や観光施設としての評価が低くなっているわけです。もう一つの特色は、エンプティーミュージアムという所蔵品も学芸員もいない、アートやメディア関係の外部組織が主催する展覧会だけを行う施設があるということです。展示スペースのみの美術館のことですが、このようにアートがイベント化している点も、地域や場所がアートと結びつくイメージを薄くしている要因となっています。日本の美術館や博物館が抱える課題について、討議してきましたが、そうした問題点をうまく解決している美術館や博物館もあります。ここ数年、複数の媒体で旅行好きが選ぶ好きな美術館ランキングといった調査が行われています。それらにランクインしている美術館を見ていきましょう。青字が東京都にある美術館、黒がその他のエリアにある美術館です。ランクインしている美術館は、単純に絵画を並べているだけでない、いわば展示物が個性的、特徴的であるという共通点があります。例えば、金沢21世紀美術館は主に現代アートを扱っており、展示物に来場者が入り込むような形式の作品が多く、また無料ゾーンにも複数の現代アートが展示されています。いわゆる体験型を重視した美術館です。三鷹の森ジブリ美術館は、スタジオジブリのアニメーションに関する展示が行われている美術館ですし、箱根にある二つの美術館は、どちらも自然景観と融合した施設であり、展示作品も自然との調和が重視されています。特徴的な展示があることで、そこでしか鑑賞、体験できないという特別感があるわけです。観光において非日常的な体験は重要ですので、そうした美術館の持つ個性や非日常性が強いほど観光客からの評価も高いと思います。あとは写真撮影ができるということです。撮影した写真を SNS に投稿する人も多く、その投稿を見た別の SNS ユーザーが美術館を訪問するという新たな集客経路ができつつあります。作品の撮影ができるかどうかというのは、昨今の美術館博物館における集客の大事なポイントになっています。施設そのものではなく、地域としてアートを活用している場所もあります。例えば、香川県直島が挙げられるでしょう。ベネッセホールディングスが絵画や現代アートを展示する地中美術館を島内に設立したのが始まりで、そこから派生して様々な現代アートを島全体で展開しています。その一つが家プロジェクトです。人が住んでいない古民家を現代アートの展示場所として活用し、多くの観光客が訪れるスポットになっています。住宅地にある家を活用するため、展示には周辺住民の理解と協力が不可欠です。そのため、アーティストも積極的に地域の人々と協力し、一緒に作品を作り上げています。その結果、住民にとっても古民家で展示されるアートが自分の関わった作品となり、生活の中に定着して、愛着も湧き、結果として島全体の活気やアートに対する理解がますます強まっているという好循環を引き起こしてきました。もともとは瀬戸内海の島の一つだった直島は、今や世界中からアートの島という認識を得て、島全体のブランドにつながっています。町おこしの一環として芸術祭を開催したり、観光 PR のために美術館や博物館と連携する自治体は近年増えてきている印象がありますが、単純に作品を展示したり、イベントを企画するだけで地域活性には結びつかないと考えています。地域を盛り上げる一つの助けとしてアートを活用し、観光産業に役立てるには、地元の人たちの協力と思いが不可欠です。地元の人たちが美術館や博物館、アートイベント、展示作品を大切にし、地域を盛り上げたいという思いを持って活動することで、初めてアートが観光とつながり、永続的な地域活性化に結びつくのだと考えています。最後にこれからの時代の美術館についてお話しします。新型コロナウイルス感染症の影響により、世界中の美術館博物館は閉館や開館時間の短縮を余儀なくされました。そうした状況下でアートに興味を持ってもらおうと、バーチャルツアーやウェブサイトでの高精細画像による作品紹介など、新たな取り組みが始まっています。自宅からでもオンラインで作品鑑賞できるため、これまでとは異なる形で芸術を楽しめるようになりました。新しい入館制度で日時指定予約をして入館できるようにもなりました。
これまでのように何時間も待つことや作品が人の頭で見えないほど展示室が混むこともなくなりました。さらにマスコミによる大量動員型の展覧会ではなく、小規模でも工夫を凝らした学芸員による展覧会が開催され始めたことは、これまで光が当たらなかった日本の美術館のコレクションを改めて再評価できる機会になっています。オンラインで好きな作品を見つけたり、アート感覚を磨いたりできる環境が整った今、アートはより身近な存在になってきました。多くの作品に触れれば触れるほど自分の好みが分かってきますし、芸術に対する価値判断の物差しも確かなものになっていきます。美意識とは自分が好きなものを好きと自発的に言えることです。みんなが行くから行く、みんながいいと言うからいいのではなく、自分の目で判断してみてください。美術館に行くことで思いがけないアートの発見が自分自身の新たな一面の発見につながるはずです。ご清聴ありがとうございました。